はい、こんにちは、ゆうと申します。この動画ではですね、日本語でお話ししようというふうに思っています。一つ前の動画でですね、ぜひ日本語でお話ししている動画を上げてほしいというご要望がありましたので、そのご要望にお答えしてですね、日本語で動画を撮っています。で、まあ、一つ前の動画でですね、 How to grasp a big picture of work には何を話してる、何を英語で話してるかというと、仕事の全体像を理解することについてお話ししているわけです。仕事の全体像を把握するために何を具体的にやったらいいのかということについてお話ししているんですけれども、まあ、前置きとして、仕事の全体像を把握するといろんないい副産物がありますよと。仕事の生産性が上がったり、仕事の効率性が上がったり、仕事の質が上がったりとかします。で、それをするためにさまざまな努力が必要ですよ。他の仕事と歩調を合わせる、あるいは進捗状況を逐一確認しながら仕事の全体像を把握して、柔軟に自分の仕事の優先順位を切り替えていくということが重要ですよと。それをするために仕事の全体像を知る必要があるんですけれども、その仕事の全体像を常にその頭に入れておくには どのような努力が必要なのか、その客観的に自分の仕事を俯瞰しながら仕事の全体像を把握していくにはどうしたらいいのかということについて、まあ、僕なりの見解を英語で話させていただいたんですけれども、まあ、僕なりのその仕事に対するポリシーがあって、その常に僕はその どの仕事においても、どの仕事のポジションにいても、例えば平社員でも、まあ、パートでも、あるいは上司のポジションであっても、自分には部下がいるというふうに思うようにしてます。これはなぜかというと、仕事の全体像を把握するのに一番その努力しやすいスタンスだからです。自分にもし部下がいると、仕事をどのように回して振っていったら、その仕事が生産的に回るのか、効率的に回るのかということを考えるようになるんですよね。で、自分がその指示を出す立場になって初めて、こういろんなその仕事の細かい部分に関して、気づくようになるんです。そのプレイヤーとしてじゃなくて、そのマネージャーとして、仕事をどういうふうに把握するかっていうのは、仕事の全体像を把握する上で非常に役に立ってるんですよ。だから、常にその自分がどのポジションにいても、自分が管理職だって、自分が管理職で、その例えば部長のポジションだったら、自分はどう動くか、それに対して仕事の全体像をどういうふうに把握したらいいかということを常に考えて動く。そうすると的確に仕事に対してこう取り組めるわけですよ。自分はこう考えてるけど、あの人だったら多分こう動くだろうなって、先回りして考えて、で先回りして動くということを常に実践してるわけです。そうするとやっぱりその仕事がこう効率よく回ったり、生産性が上がったりするんで、まあ、そうするとやっぱり仕事の一つ一つにやりがいが出てくるんで、僕はこの考え方を非常に重要視しています。まあ、そういう簡単な内容でした。ありがとうございます。